近所の道を歩きながらポッドキャストを聞いて日本語の勉強、それが俺の毎日のルーティン。誰にも壊せるわけはないぜ。そしたら聞こえてきた英語、外国人、多分アメリカ人、僕に道を聞いてきた。近くに駅はありますかと。ここは日本の田舎、駅なんてどこにもない、駅なんて見たことがない、いるのは動物だけ、犬、猫、人より多い。彼らは言った、沖縄に行きたいと。え、僕は自分の耳を疑った。沖縄、沖縄に行くには飛行機に乗らなければいけない、電車で行くのは不可能、お前たち何を言っている。今度は僕が英語を話す必要があった。あなたたちはアメリカ人ですよね。イエーイ。そしてあなたたちは沖縄に行きたいんですよね。イエーイ。だから駅というよりは空港に行った方がいいんじゃないですかね。イエーイ。話が通じた。俺の英語そんなに悪くなかった。だけど話は通じたけど、あいつら言ってる意味が分かんない。話は通じたけどあいつら言ってる意味が分かんない。直接に聞くべきだ。俺はなぜ君たちはここにいるのか、なぜ駅を探しているのか、なぜなぜなぜ。詳しく話を聞いたら、彼らは言った、アメリカンアーミーだから自分たちの飛行機を持ってるなんてこと、だからムキ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 の体から溢れるエネルギー。俺は膝をついて謝った。アメリカンアーミーごめんなさい、考えてたのと違った。ああ助けてくれよ、逆に僕をなぜかと言えば、後ろに見えたのは大きなクマ、クマ、クマが5匹。警察を呼んでも来るまで時間がかかる。ここは彼らに頼んだ方がいい。アメリカンアーミーの2人、助けてください。後ろに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 クマがいるんですよ。クマ、なんと素晴らしい日本のクマたち、かわいいかわいい。私はこんな可愛いクマを見たことがない。こんなに小さくてこんなに可愛い。はあ、皆さん一緒に写真を撮りましょう。はい、チーズ。クシッ。グーグーグー。うわー。だから言ったでしょ。フォ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 。